『ワンデイ・ワンシネマ』こんにちは刺身シスターズ白みこと詩人大久保宏典の映画の部屋さて第12回は2004年作品「半落ち」随分話題になりましたよね日本アカデミー賞作品賞と主演男優賞を取ってます監督は、えー、この間がんで3月に亡くなった笹部清 主演は寺尾明いやーなんかね泣きましたうーん映画見ながら泣いてましたあのねボロボロ涙が出てくるっていうんじゃなくてなんかねじわじわ,じわじわじわ泣けましたねというのも息子を思う父と母妻を思う夫夫を思う妻父親を思う息子 妹を思う姉いろんな人間関係の中でそれぞれの人の気持ちを思って泣けました物語は、えー、っとその一人息子を白血病で亡くした妻その妻がそれをきっかけに認知症を発,発症してどんどん悪くなっていくそして 自分の魂がなくなくる前に殺してくれと、夫に懇願するわけです。そして、現職の刑事である主人公は、妻を殺す。で、自主してくるわけだけれど、妻を殺した2日間、殺した後の2日間、これに関しては、癌として口を開かない。つまり、 完全に落ちたわけではなく、自白が不完全な半落ち。まあ、そういう話なんですよ。ただね、この映画さ、すごい泣けたんだけれど、まあどうも結末はすっきりしない。うーんなんでその、えー、2日間について黙っていたのか、えーその、それがミステリーなんだけれど、どうもすっきりしない。 終わりり方の映画ではありましただからこの原作が横山秀夫すごい骨太な小説を書いてて、えー、例えば「クライマーズ・ハイ」原作すごい面白かったし映画化された作品も良かっただけどこれに関してはねどうなんだろうあの原作読んだ人たちが「うん納得いかない」って言ってますよね。 あと、ね、このエンディングの森山直太朗の歌これなんとかしてほしいってこの歌い方もねすごく嫌で、えー、珍しくエンディングロールの途中で切っちゃいましたあそうそうそうもちろんね主人公の妻役の原田美恵子、えー、前回「大地の子守唄で「えー、僕好きです」って言いましたよね。 ななかなかか良ったで彼女のお姉さん役「キギキリンも」も普段だとね他の映画だとさ「おお出ましたキギキリン」っていう感じでえっと演技よりも、えー、出ただけでちょっと映画全体がこうトーンが臭くなるっていうそういう感じなんだけれどこの映画ではあのとてもいい役やってました。 ただね、彼女に群がるその、えー、マスコミの描写こんなことないよなっていう感じでこれもいただけなかった。でこれを見ながらねパートナーと話してたんだけれど彼いわくこの主人公の妻のように自分が認知症になって。 もう何もわからなくなりそうになったその手前で殺してくれって言うんだけれど俺は殺せないよって言いました映画は僕らを夢の果てまで連れていくチャンネル登録よろしくお願いします